はいどうもこんにちは。今日もねポケモンランクマッチやっていこうと思います。今日使っていくポケモンはですね、このグライオン使っていこうと思います。はい、で今回使っていくグライオンのテラスタイプは水で、持ち物毒毒玉となってます。はい、でもう毒毒玉なんで、まあ特性はね皆さんご存知のポイズンヒールとなってます。あの毒状態の時に自身のね HP 総量の8分の1ずつ回復していくっていう結構ねチート技となってます。はい、で今回のグライオンなんですけども、まあ、ポイヒグライオンって言ったら、ミガマモ、ドクドクとかが多分主流になってくると思うんですけど、今回ね、僕が使っていくグライオンが、起点作成、初手からなるべく投げていくような型となってまして、覚えてる技が、地震、ステロ、巻き菱、投げつけるとなってます。はい、で、グライオンってポケモンが、結構相手視点から見るとそういうね、マモミガ型の、厄介なね、グライオンっていう認識されることが多いと思うんですよ。逆にそこを逆手にとって、結構ね、グライオンってポケモン厄介なんで、対策しないと詰んだりするんで、その毒マモグライオンとかでね。で、まあ、そこのね、相手の意識を逆手にとって、まあ、まき菱だったりステロとかで、じゃんじゃん荒らして、まあ、裏で詰めていくみたいな、そういう起点作成取れたらいいかなと思ってます。で、努力値の方も、グライオンってもともと、物理方面めっちゃ硬いポケモンなんで、もう HD で振り切ってます。こんな感じですね、実数値で言うと。で、試しに使ってみたんですけど、めちゃめちゃ刺さって通りが良かったんで、もうね、早速ね、使ってランクマッチに潜っていこうと思います。それじゃあ対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦相手見つかりました。相手これ虫統一じゃない？これステロマキビシめちゃくちゃ刺さってんじゃん。てか、ステルスロックがめっちゃ刺さってる。これは連れていきたいね、グライオン。んで、まあガモスとかの、なんだっけ、モスので、超前されるの、普通にめんどくさいんで、まあ今回のドヒドイで、黒い霧持ってるんで、黒霧連れてって、そうだね、ラストどうしよう。まあ、どうしよっかな。まあ相手も虫統一なんで、こっちも、メガヤンまで対抗していきますか、せっかくなんで。さあ、相手はアメモースから来る。なるほど。ってことは、多分ね、ネバネバネットとか、そういう感じかな？威嚇波。飛行タイプなんだよね、アメモースが。まあ、一点ステルスロック巻いていきますか。でも一応ね、ここ風とか覚えるから、これグライオンでもうテラス切ってっていいかもしんない。ネット巻かれた。テラス切ってもいいな。全然マジでいいな。まあでもドヒドバックしてドクドク入れるのが一番いいか、とりあえずは。正直、早めのテラスって弱いから、あんまり切りたくない。ネットで引っかかる。でもネバネバネット今回俺グライオンとメガヤンマだから、やっぱここ風あったね。正直そんなにネバネバネット効かないんだよね。まあここはもう毒ビシでいいかな。エアスラハもうなんか切ってくる感じなんだ。毒ビシにしときたいね、どうせだったら。エアスラハナイス、ひるまない。まあ一旦自己再生かな。ひるんだら変えますか。ひるむか。まあここグライオンで、ここ風打ってきたらちょっとうまいね。であればまあまあゆっくりやっていきますか。あ、いや、それはね、OK。で、まあ、ポイズンヒールで回復するんで、まあ、実質半分ぐらいか、食らったの。で、ここもまあ、まあ、コロコロしていきますか。毒毒ビシにはもうしてるんで、巻きビシ巻きたいよな、と。ゴゴ風、はい。これ59あったら耐えるんで、エアスラ。
まあ一旦自己再生かな、また。OK。 いや、ドクドク入れたいね。次ドクドクいっときますか。ここエアスラハイ、もうなんかアメモス切ってくる感じなんだね。 OK、 いいよ。これでドクドク入ったから、まあもうアメモスはドクドクで倒せるので、まあここも一旦グライオンでいいかな。ちょっとあんまりね、ドヒドイデを削っちゃうとヘラクロスとか裏に一応いたから危ないので、いやすらはい、どっかでね、まあ今回ちょっとどうだろう。まあでもワンチャンウルガモスとかがブーツとか持ってたら投げつけるとかできるんで、まあ、いっか、毒ビシは撒いてるけど。まあ、ドヒドイデの HP を担保しつつ、6でアメモス突破しよっか。まあ、ここ自己再生打とうかな。打ちたいよね。OK。えらい。まあ、言うて 30% なんでね。そんな簡単に引かされたら困りますよ。もう相手はアメモース切ってくる感じなのかな。OK。ちょっと巻き菱負けてないのは、もったいないが、まあ、ここももう自己再生して、6で突破しますか。OK。ひるまないね。今日なんかいいね。やっぱいつもだったらもうこの2回に1回はひるんでるパターン入ってそうだけど、今日なんか偉いっすね。さあ、OK。アメモース突破する。で、次がハッサムか。ほーん。ハッサム？ん？何するんだ？まあ、やることないんで一旦黒い霧しますか。ああ、はい。剣舞ね。黒い霧の PP48 だからね。まあ、俺も黒い霧連打でいいからこれ。48ターンかけて黒い霧するから。もう数的有利取ってるからね。叩き落とすだるいな。いや、ゴツメはたかれたか。まあここももういいかな。じゃあもうドヒドイで切る感じで、もう延々とはたき落とすでもしとこうかな。ダブルウィング、あ、いや、そっか、はたき落とす覚えるようになっちゃったのか。めんどくさいね。うん、まあマジで剣舞さえ積まれなかったら大丈夫だから、まあいいでしょう。えらいねー。なんか交換読みの剣舞とか打ちたくなりそうな場面だけど、えらいっすね。でグライオンから入っちゃうと打点がないから、まあ一旦メガヤンマ投げて、うん、メガヤンマ投げて、もうテラス切って、まあ受け出しでグライオンでクッション挟むみたいな感じでやっていきますか。さあ、虫対決しようじゃねえか。メガヤンママジでね、ほんと物理耐久意外とあるからね、バレパン耐えてくれそうやけど、剣舞バレパンは知らんけど。てかなんだったら、特防ペライから。だよねー。
そう、ハッサムはね、防御方面硬いけど、特防意外とペラペラなんですよね。まあ、さすがに耐久とかに回してると、このエアスラ怪しかっただろうから。うん。まあ、ここ、あ、そうか、俺、毒ビシ巻いてんのか。なるほどね。まあ、ここは、そうだね、一旦まあ、守るしながら、うん、テラス切ってくるよね。これ、根性なんかな？岩とか。ああ、本当に岩なんだ。じゃあ、なんか、六ブラミサイル針みたいな、イカサマダイス型とかかな。はいはいはい。これ、どっちがいいんだろう。確実に勝つんだったら、まあ、六ラね。66入ってるから、まあ、もう一回守るとか絡めてしたいから、理想はなんか毒で倒すとかだと思うから、まあ、グライオンで、まあ、地ならしとかして、濁して、まあ、守る、プラス毒ダメージ。やって、最後のお残しを、さざめきとかで倒すみたいな。まあ、やっぱダイスっぽいね。火力やばいね。グライオ一応結構カチカチポケモンなんだけど。まあ、ヘラクロスって言ったらメガヘラクロスとか思い出すよね、この6ブラ。剣舞。でもさ、これさ、地ならしで素早さ逆転するから、あ、勝ったな。オッケー。これあれかな、多分。この剣舞は多分、守りがとか、守るとかを読んでの剣舞だと思うから、これね、やっぱり意表ついてるわ。うん。これ多分、守るとか身代わりされても大丈夫って思って、今、剣舞をしてきたと思うんだけど。オッケー。これ多分、刺さったね、この方が。さあ、対戦相手見つかりました。相手が、アロー級ガチグマ、パオジアン、なんだあれ。ガラル、ヤドキング、ウーラオス、カイリュウ。まあでも、ステロの通りは、うん、カイリュウもいるし、悪くないんで、いや、これ、投げていきたいけど。なんで、グライオン投げて、まあおそらくアローラ球根とかから入ってくるとは思うけど、まあ裏にヌメルゴン連れてって、その時用に。で、まあ、パオジュアンが来た時は、もうグライオンで水テラス切る感じのルートで取っていきたいんで、そうだね、あとはどうしよう。めんどくさいのが、いろいろめんどくさいけど、まあ、アバカミとかで、いいかなと思うけど、相手目線的に結構、ガラルヤドキングは投げていきたい。感じはあるのか。まあ、ウーラオスとか投げとくか、だったら。ガチグマから来る？あ、ラッキー。え、であれば、であればよ。まあ、一旦ね、ステロでいいわ。うん、一旦ステロでいいわ。ブラッドムーンは多分耐えれるから。なんか、瞑想とかしてきたらもう投げつけるわ。これ何読みのガチグマから入ってきたんだろう。でもこれ居座ってくるんだ。まあ、じゃあハイパーボイスとか持ってるってことかな。強いね。まあ、言うて2連続使えないんでね、君。オッケー。ね、しっかりステロをやって、巻いたんで、ここ投げつけて、まあ、じわじわね。うん、これで相手も毒なるから。まあ、こっちには、特防最強のヌメルゴンちゃんいるんで。さあ、ここ迷走してきた。なるほどね。まあ、1迷走ぐらいだったら、
大丈夫だと思うけど、どうだろう。これ月の光、瞑想、ブラッドムーン、真空波とか、なんかそんな感じ。まあ一旦ヌメルゴンに変えていきますか。え、だったらさ、結構グライオンに対して居座ってる行為ってやばいと思うんだよね。普通にだってさ、身代わりとかされてたら苦しいと思うから、ハイボ、ブラッドムーン、真空波、瞑想みたいな。さあ、一積み。おぉ、やっぱ硬いね、ヌメルゴン。え、ってことは、大地とかはないのかな。まあ、ここはね、居座る意味ないんで、まあ、グライオンに、もう一回戻すんだけど、相手が引いてきたら引いてきたで美味しいし。そう、グライオンの毒毒玉って、一回発動すればもう用がないから、邪魔なんですよね。も、実質持ち物持ってないみたいな状態になるから、せっかくだったらね、相手に投げつけて毒状態に、毒毒にしたよね。まあね、そこがね、結構ね、強かったりするんだよね。さあ、ウーラが来る。悪か。悪ウーラか。鉢巻きとかじゃなかったら耐えてくれそうだけど。もうなんで一旦地ならししますか。地ならしすることで、ああ、もう悪テラス切ってくる感じか。だったら、やばいか、これ。まあ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 、でも、水ウーラオスは結構こだわりとかもいるイメージだけど、悪ウーラオスって、そんなに、うん、いるイメージないしね。てか、そもそもアクウーラは水ウーラに弱いから。まあ大丈夫でしょう。じゃあこっちはもうこっちも、ウーラオス投げていきますか。まあここ正直トンボ返り打ちたいけどね。海流とか見えてるから。ここ俺トンボ返り打つわ。うん。こだわりなのかな？あー、やっぱいるか。なるほどね。で、しっかりステロが入るよと。いや、ゴツメやだなぁ。悪鬼か、なるほどね。いや、悪鬼だったら大丈夫だぞ。で、一回引かせればもう大丈夫だから。で、次。いや、ここ冷凍ビームでよくて。で、仮にこの海流が引っ込めたら、悪鬼消えるから、てかそもそも、まあ、水流連打確定急所だからあんま意味ないんだけど、まあここも冷凍ビームでいいや。一貫してるし、裏のガチグマにも。さあ、跳ねやすね。全然いいよ。なんだったら凍っちゃえ。凍っちゃえ。凍らない。まあ冷凍ビーム連打でいいかな。丸助さえ剥がしとけば。いや、自信は耐えるよ。OK。であれば、もう向こうももう照らす切ってるから、水流連打で詰めていけるんじゃない？いや、でも、怪しいな。水テラス切らないとアクーラちょっと怪しい。でも、アクテラス切ってるから、次のステルスロックは結構入ると思うから。ガチグマから来るんだ、ほう。なるほど。まあ、ここも冷凍ビームで切っていきますか。真空波。お？甘えたね。ラッキー。まあ、でも、どうなんだろう、これ。まあここも真空波だよね。真空波プラスあれ大丈夫かな。ちょっと怖いけど、ここブラッドムーン打つんだ。マジか。まあまあまあいいでしょう。さあ毒が入っていって、
これどうなんだろう、素早さ勝負かな。ハチマキ水テラス水流連打、いやウーラウス言うて硬いからね。まあ、ここは普通の素の水流連打打つんだけど、真空波打つよね。143か、いやいやいや、でもウーラオス耐久方面、うん、物理方面はめっちゃ硬いから、いやこれ素早さ勝負くせえな。でこっちもこっちでステルスロック巻いてて、もう向こうあの格闘タイプ消えてるから結構入るよね。はい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 、いやこの HP いけるか、この HP いけるか、怪しい。で、相手目線からしても、パンチグローブとかの線とかもあるから、まあヒヤヒヤしてるだろうね。インファ打たれたら終わりって思って。しかし、いや、悩むよな。いや、俺も悩んでるもん。相手も悩むよな。基本、アクウーラは水ウーラに弱いからね。剣立ての時から。さあテラス切って、よし、どっちが最強のウーラオスか決めましょうやい。いやどうなんだろう、マジで上取ってる。いやでもこれどうなん、いやハチマキだよ。わあ、いける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 いったか。オッケー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 、いや危ねえ。いやでもこれステルスロックがやっぱ刺さったね。うん、間違いなくステルスロックが刺さったわ。ロゲイ、いやちょっとマキリシ負けなかったけど、もうやっぱグライオンがねステルスロック巻いてくるってあんま想定できんからね。